えー、ハッはっしーです。えっ、ー、と、今日現在のね、医者の最新情報、また、えー、話していこうと思います。よろしくお願いします。えー、いきます。えー、iOS17 発表で、九九 <laughs> えー、茶番三年、えー、茶番3年4ヶ月は、e、EBS の暗示。 えー、今日 iOS17 の発表があったみたいここで数字を見てくださいとね17 <laughs> なんと17つまり9になっていると、ね、これ表のニュースでちゃんと6月6日火曜日の配信 iOS17 の対応機種は iPhoneXS 以降 iPhone8X は対象外にって書いたんだよこれえいくよ Apple は6日 iOS17 を発表した最新の、えー、iPhone14 シリーズから4世代前の iPhoneXS ねスラッシュ XS Max それから、えー、スラッシュ iPhone XR までのモデルに対応すると iPhone SE は第2世代モデル以降をサポートするとちょっと詳しいその中身については僕答えられないけどそういうことらしいよ iOS16 対応機種のうち2017年発表の iPhone8 と iPhone8 プラス iPhoneX の 3モデルはサポートから外れたと。えー、iOS17 では新たなアプリとして日記アプリ、ジャーナルが提供される。横向きの待ち受け画面、スタンバイの導入により、待ち受け中に置き時計のように時刻や予定を表示できるようになる。電話アプリでは連絡先ごとの着信画面のカスタマーズに対応と。 えーまあ、いろいろ書いてあるね、うんまあ、そういうことで、まあ、ニュースになっているとただしもうた大切なのはこの17だよ1 <laughs>、うん、えー、もちろん iOS のリリース順をたどれば今回で17になるわけだから、まあ、ある意味これは普通の流れなんだけどね前回が16だから、うん、しかしこのタイミングってことはすごく意味ありげだと、えー、感じるよということしかも 9、えー、なので9本も想像さ,れさせちゃうということです。うん、まあいずれにしてもこれ何らかのサインでしょうということだね。うん、まあでもこれね間違ってないと思うよ。うん、とにかくみんなの気づきのために小出しだね。うん、情報の小出し。ホワイトチームのね。うん、だけどまあ発表は長引くと思うよ僕は。うん えー、さらに茶番の時期が3年4か月とまた意味ありげな数字を出してきた、うん、いくよこれも現代ビジネス、うん、表のニュース、えー、コロコロ5類移行で目を覚ました日本人はマスクを捨てた <laughs> 3年4か月全国民を洗脳し続けた専門家とは 一体何者なのかあいつらはと、ね。ということで現代ビジネスの、まあ、表紙が出てると。えー、前編新型コロコロ騒動とは一体何だったのか。茶番は終わったが我々日本国民は3年4ヶ月の失勢、ね、政治の失敗っていうことを絶対に忘れてはいけないっていう。 その後といろいろ続いてるけどもうこの辺でやめときます。えー、これはね3年4ヶ月これ、ね、34以前にも紹介したのですが34は17の倍数これも9の暗号になる。<laughs> さらに9ドロップ34では EBS のことが書かれているんだよいくよこれね復習になるんだけどちょっと読みますえー「旧クリアランスパトリオット私の仲間のアメリカ人次の数日間であなたは間違いなく私たちが、えー、私たちに害を与え輝く光の最後の残りの避難所を 破壊することを望む邪悪な暴君から私たちの偉大な国を取り戻していることに気づくでしょう。まあ、いろいろずっと続いてるね。うん、長いから。でちょっとあの飛ばす、えー。緊急放送システム EMS を開始します。この期間中に私たちに、えー、危害を加えることを望む。うん およびまた,またはその残党の人々は迅速な怒りで満たされるでしょう。ねね、石屋は怒るでしょうと、えー。特定の法律は私たちの偉大な軍隊にこれらの作戦を処理し実施するために必要な権限を提供するために事前に排除されていますということを書かれています。 長いからさこれ全部読,読,読んだ方がいいのかなまあいいやねいいよねもう、えー、そもそも茶番自体が次元上昇の猶予期間であり大量お縄といった、えー、地球規模の過去前例のない大掃除の期間中だったのでこれで9ドロップ34の通りに3年4ヶ月。 34、えー、これがもし当たっていればすごい5次元チェスをやっているねとホワイトチームはということになりますとえー、次うんまあでも7分か1回切るかなじゃえっとねあのー、これは橋本チャンネルの4で一応話はするけどあのー、もうあのー、なんだろう 個人的にはもう飽きてきてた、うん、この医者の情報を、まあ、あの伝えていくこと、うんていうかこうこの上がってくる情報なぜって全部茶番だということがもう分かっちゃったから、うん、だから分からない人にとっては全てが「えあっって感じだろうけどもうこんなこともさえっ、ー、と3年も4年ももう知ってる 僕からしてみるともうなんか最近はね本当に飽きてきちゃったねでもしょうがないねもう順番だからだから知らない人をその基本にその人たちの目線を、えー、意識を向けてそこから情報発信をこれからも続けていくっていうのをまたやっぱ初心に戻ってやっていかなきゃいけないなっていうふうには思ってますねだけどもう一つ大事なのは この茶番を通して一人一人の見たまの覚醒目覚めここに本当に気持ちが向く意識がそっちにシフトするここが一番のポイントだよだから情報だけを追っかけてる人はそろそろこの辺のことに気が付いて本当に自分の魂は何なのか 何のために生まれてきたのか何で3次元のこの低体落な地球から5次元に移行するタイミングに今私たちはいるのかなぜ二極化するのかこういったことを、えー、一人一人気づいた人が真剣にあの自分の内側と向き合って会話をしていってほしいなって本当に心から思ってます。 じゃあ、医、え、者、ー、の最新情報、えー、一つ目、えー、一旦終わります。ハッシーでした。ありがとうございます。